ハウスメーカーやです、ね、先進的な工務店の間ではです、ね、ヒート20自2多人特計3がもう当たり前になってきたと言えると思います。えー、まあ性能がです、ね、一定水準に達成すればです、ねまあ、次はデザインだということでこれからの時代はです、ね、コアハウスとしての技術・性能と建築としての魅力・価値の両立がです、ね、求められるということになるのかなと思います。 あの初回のレクチャーでもお話ししましたが国内外の,その優れた建築を考えてみるとですね、えー、と建築としての,あの魅力が凝縮しているのは内外の境界部ですから、えー、まあ性能目標を達成した後のこれからのエカホースというのはですね、えー、こういった教会部のデザインに力を入れていく必要があるのかなというふうに思います。 改めて考えてみますとエコハウスの最重要課題は断熱機密日射など境界、えー、部のデザインにあると思います一方建築の最重要課題は屋根中間領域、開口部など境界、えー、部のデザインにあると、えーまあ、あのどちらの、えーまあ、エコハウスも建築も境界、えーまあ、部のデザインが最重要ということですね。えー、この2つはです、ね、本来全く矛盾しないもののはずなんですね。 ところがですね、最新の超高性能のネコハウスというのを調べてみるとですね、どうもその建築としての境界部のデザインというのがですす。ね、えー、苗にななないいがしにってるんじゃないかなという気がします、えー、最新のネコハウスというのは外観は箱型分厚い断熱が入り南に窓が集中し外付けブラインドがついてかつ、まあ、ダクタエアコンで空調するといった構成になっています。 えー、ハウスメーカーの住宅もですね、えーまあ、超,高性能に超高性能になるとですねこういうのっぺら盆の箱型になるという不思議な現象が起こりつつあるのかなと思います。えーまあ、こういった建築ですね、温熱的には快適なのかもしれませんが、えーまあ、内,内と外とかです、ね、ガラス1枚で完全にスパッと切れている、えーまあ、建築としての内外の境界部のデザインという意味ではですねちょっと面白みがないのかなというふうに思います。 えとこれは太陽光型流れということで Google 画像検索したものですけれどもこれおそらく絶地住宅だと思うんですが、えー、環境建築をです、ね、目指しているはずの絶地住宅がです、ねまあ、実にでたらめな形をしている、えー、内外の境界部の魅力というのは、まあ、これっぽっちもないというふうに思います、えー、まあ古きよき時代のです、ね、名建築にこんな味気ないものは一つもないと言っていいんじゃないかなというふうに思うんですね。 えここであの古き良き時代の教会部の優れたデザインの事例としてですねアントニン・レーモンドの旧井上夫妻四郎を見てみたいと思います。これはあの高崎の美術館の隣に移築されている建物です。この建物はですね大きな建あの平屋の平面にゆったりと工場屋根がかかりまして南の窓の上にはですね低くて深いの木が出ております。えー、っと ま、家の中央部にはですね、えー、北向きのハイサイドライトがありまして、えー、そこからこう光が差す構成になっています、えー、光を取り込むためにですね内外の境界面である屋根面がですね、えーまあ、非常に独特な形をしているわけですねでさらに、あのーまあ、この内部にはですねこのシザーストラスの特徴的な加工がありまして、えー、屋根断面とですねその加工が完全に一致しているという面白さがあります えー、まさにこの建物なんかはその加工、あの加工じゃないや、広、え、報、ーまあ、からです、ね、考えた家なんじゃないかなというふうに思うんですね。えー、さらに、えー、と家の中央部にはです、ね、屋根のかかった外とま空間がありまして、内外がこう滑らかに連続するような中間領域が作られていいます、えー、内外の境界あの境界部の部デザインです、ねまあ、理想的な事例だという,ふうに思います。 ただこ,れこの建物ですねもう70年も前に建てられた建物なので、えー、まあもちろんその家の壁やだ屋根のです、ね、断熱性能は十分なものではありません、えー、断熱性能が足りないから、まあ、暖房用のです、ね、こんな大きなダクトが必要になってたというふうに思います、えー、ただまあ今の技術これまあ私がこれ勝手にダクト消したいなんですけれども、まあ、今の技術広報ですね フルに使って高断熱化すればですね。えまあ、こんな風にその目障りなダクトもやめられるというふうに思います。えー、ま230年前だったらですね。断熱と断熱の技術というのはですね。まあ、試行錯誤の側面ってのはあったと思うんですけれどもまあ、現在はですね。高断熱化の候補もう確立されてますから。えー、まあ設計者はですね。なお、さらまあこう豊かな境界部を持つ建築をですね。これから設計すべきなんじゃないかなというふうに思います。 まあそうやってですね屋根やあの中間領域にこだわって設計しておけばですね、まあ、室内にいても外を感じる,よ感じることができる、えーまあ、例えばそのコロナ対応によって家にいなきゃいけない時でもですね全く困らないわけですね。えー、ということで、まあ、これからのエコハウスはですね、まあ、超高性能なノップラ帽建築に向かうんじゃな,いなくてですね、えー、まずその、えー、と屋根や 中間領域にこだわって、えー、建築的な魅力を増すことにですね、えー、注力するべきなんじゃないかなというふうに思います。えっ、ー、とここでですね屋根や中間領域にこだわって設計した事例をえっ、ー、と二件、えー、紹介しておきます。えー、最初はですねオーガニックスタジオ新潟さんとのコラボ、えー、グランドピアノのある家になります。これは二千十八年のエコハウス大象グランプリを受賞した家になります。 えっと敷地はです、ね、南西側に水路が流れる逃げた市内の整形地です。えー、お客様の要望は、えー、リビングにグランドピアノが置ける暖かい家という、まあ、非常にシンプルなものでした。えっと、グランドピアノを置きますので、まあ、1階平面はですね5軒四方や,やや大きめに設定したんですけれども階高軒高はですね極端に下げた形に、えー、でかつ大屋根の構成を採用しました。 えー、まあそのれのことによって、えー、と外皮面積をですねその2回並みの水準に抑えました、えー、これ金ばかり図です断熱は壁210ミリ、えー、屋根310ミリでですね、えー、UH は0.28、窮地0.98となっております、えー、と樽木はですねこういった特殊な金物を使いましてもやの方に固定しています えまあこれは私の方がですね小笠さんに提案した候補になりますけれども、まあ、これによって厚物ご板を使わずにですね1.34倍の倍率を出し、えー、強力で設計で耐震度級2を実現しましたこれは雪のないエリアであれば耐震度級3以上の性能になると思いますえっと ホームズ君というソフトを使いまして、室温の動的なシミュレーション、非定常な動的なシミュレーションも行っています。これはリビングの室温変動ですが、床下と吹き抜け2台のエアコンでですね20から28度の室温をキープしております。またその時の冷暖房費はで、ね、2万2000円というふうになりました。通年ですね、通年で2万2000円。で 外観はですね、新潟の、えー、風土を強く意識しております。えー、屋根はきつめの勾配をとって、しっかり四方に軒を出すと。えー、落雪対策として、アクセスはつまいり。えーまあ、こう水路がありますけど、この水路に大部分の雪が落ちるようにです、ね、非対称な切妻を採用しております。えー、古い民家に倣って、外壁は過ぎたです、えっと。家の南北には中間領域を大きく作りました。まあ、中間領域がテーマの家です。 えまあ中間領域をですね取っ,てつけた感取ってつけた感が出ないようにこうボリュームをえぐり取って作っております。えっと、こちらが南の中間領域大階段がある特徴的な中間領域となりますがここもやはり高い位置に屋根掛けをしまして奥行きをたっぷり取りながらもですね東京の日を下げらないようにしています。 えっと次、窓ですが窓はですね東西、北の面は窓を最小限に絞りました、その代わりまあ南にはたくさんの窓を配置したんですが窓の決定に際してはですねこういったあのパソコンソフトを使ったシミュレーションを行いましてリンカーの影ができにくい東寄りの部分ですねここに窓を集中させ日射取得を増やしています。これは南側の内観でで、えっと、ですすす新潟ねね冬場にに日差しが非常に弱いんです、ね そ,れでまあ、そういうこともあってです、ね、1階見えない面はあのステンレスのブレス材を使いながら、まあ、端から端までを全部窓にしました。えー、それから2階はです、ねえー、取り入れた光を天井の方にバウンドさせて明るい室内を作っています。えー、とここが中間領域のデッキになりますで。デッキとフラットになるベンチの下、この部分です、ね、にはエアコンあの床下エアコンを配置しています。 室内はですね、引き戸を開けるともう全てがワンルームに繋がります。えー、かつ、えー、まあ、どこからでもこのピアノが眺められるような構成になっています。えっとその工場のですね、この勾配天井は、えー、音の拡散と吸音を狙ったものです。えー、きちんと吸音させるためにですね、防湿層は室内側ウッドファイバーとですね、えー、屋外の、 側ののの構成のグラスフールの中間層に入れております。まあ、この辺はもう後方からこう断面を考えているという形になります。えっ、ー、とこれ南側のリビング部分ですけれども、えーまあ、あえてこう腰壁のある構成にしてます。えー、でまあこう家具が置きやすいようにしてですね、えー、まあこの作り付けのベンチとソファーがつながると、えー、まあたまりたまり 空間がですね、人の居場所となるたまり空間が連続するように作っています。えー、ということであの、まあ、一連の写真をやっぱ見ていただきましたが、えー、国たちの家同様ですね、まあ、エコハウスってことを、えーまあ、写真を見ていただけで忘れてしまうような家になっているのかなというふうに思います。えー、ともう一例、えー、大きな中間領域のある事例を紹介しておきます。 これはですね、三重の森大健治さんという小手さんとのコラボになります。えっとこれはですね、津野駅から車で二十分ちょっとの低層の住宅街にあります。接道は東で、南にはですね平屋の林家が二軒建っています。まあこれ将来は二階建てに建て替わるかもということでですね、まあ二階建てが来ることを見越してこの家は計画しました。 これは配置地図になります。まあ、三重ですから車社会、えー、車最低2台必要です。えー、来客用で1台、まあ、都合3台ぐらいなんですけども、その3台をこの北とです、ね、東の部分に中心度上として確保すると、えー。それで建物はですね、できるだけ、えー、表面積を減らすべく、まあ、正方形の形にして、できるだけ北に寄せて配置するということをやりました。えー、これは平面図です、えーっと。オレンジの部分がですね、えー と建物のその四角正方形がエグレーター部分になっていて、まあ、ここが中間領域になっているわけですね。で、その中間領域の奥から、えー、再構するという形になります。えー、まあこれ2階ですけども、2階の中間領域の奥から、えー、光を取り込んで吹き抜け、まあ、家の中央にある吹き抜けから光を落とすといった構成です。えー、これ金箱か図ですね。えっ、ー、と断熱は、えっ、ー、と屋根がロックウールの吹き込み300ミリ圧 これは国たちの家同様ですね、和小屋なんで、くまなく充填できるように吹き込みになってですね、壁は光線のグラス120ミリえツの断熱です、基礎は XPS100 ミリの断熱、で床下エアコンが入っています。で、結果、サッシは樹脂ですね、樹脂、YKK の330、430の組み合わせと。 でえー、結果、UH は 0.38C10.2 耐震度級3という結果になっております。それであの、まあ、これ、工務店さんの森谷さんとはです、ねえー、もう3件目のコラボになりますんであのでこの C10.2、まあ、がです、ねえーまあ、大工さんにお任せしても普通に出るようになってきました。だいぶその気密高断熱に慣れてきたという感じですね。 えーとこれは電気屋さんの交渉作業者からこう撮らせていただいた写真なんですけども、えー、とこの南東側の部分が大きくえぐ,りえぐれ取られていまして中間領域になっていますまあこう一番手前の面にですね窓を作ってしまうと輪下の影がどうしてもできてしまうということでちょっとこう入った中間領域の奥のところからですね、えー、メインに再興しているということになります、えー、とこの中間 状況を囲むですね。このフレームにはですね、特に大きな機能はありません。でもこれがあることによってですね、中間領域の領域間領域がまあはっきり示され、空間が豊かになっているのかなというふうに思います。えー、外壁はウットローングエコの杉板とですね、焼き杉のツートンカラーになっています。えー、まあ素材を分けてこう浮遊感を強調するような平行線なんですね。えっとこれは1階のデッキから2階のデッキを見上げたところです。 えー、まあ、2階の床をこすっぽり抜けてますので、えー、まあ、ここに植えられている青,青玉の木がですねえー。2階の床の上からこう頭を出すような形になっています。えっと、これが2階のデッキに面するホール部分です。えー、まあ、その陶器の収熱窓になるわけですねえー、かつそのここから取り入れた光を吹き抜けに落とすという役割があります。 えっとこれは吹き抜け下からですね、南側を見たところですね。中間領域方向にご視線が抜けるように作っています。これはダイニングから吹き抜けを見返したところですね。室内十分明るいですけれども、上部からの光で吹き抜け部分がさらに明るくなっていることがわかります。これはキッチン部分ですね。樹脂差しってなんかえまあやっぱフレームがでかいので。 えーまあんまあかっこよくないわけですけれども、えー、とここはですね、樹脂冊子、ダークブラウン色の、えー、樹脂冊子を使って、ですね壁もダークブラウン色にあの塗装してます。えー、だから、ああ動物の保護色になるような感じでしょうか、えーまあ、フレームを目立たせなくなる処置をしているんですね。で、このガラリーの奥には床置き型の床下エア,アコンが入っております。えー、とこれは2階のデッキから1階デッキを見下ろしたところですね。 この淡い色のデッキ材は、えっと、アコヤっていうですねパイン材をアセ,アセチル化処理したデッキ材50年の腐れ保証があるっていう材料なんですけどもよく熊健吾さんが使ってる材料ですねえっとこれデッキの樹木とですね外の外庫の樹木が混ざり合いまして曖昧な境界が作られています。 えっと,ということで、ですね、まあ、エコハウス建てるとき、ねまあ、ど,どんなに性能を上げても、まあ、見た目はあんまり変わらないわけですけれども、えー、まあ中間領域があればですねこんなふうにまあ建築は魅力的になっていくということで、まあ、エコを標榜する皆さんはですねなん、まあ、とかしてこういう中間領域を生み出す工夫を考えていただければなというふうに思います。